エドウィン・アラン・ライトナーエドウィン・アラン・ライトナーはアメリカ合衆国の外交官。1963年から1965年までチューリビア大使を務めた。1907年12月7日、ニューヨーク州ニューヨークにて誕生。1930年にプリンストン大学を卒業。1930年、国務省外交部に入省。 主に海外での活動に従事し、1970年に引退するまで、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジアの計18カ国を訪れた。1945年から1947年まで、国務省中央ヨーロッパ部長、補佐、1947年から1948年まで、国務省中央ヨーロッパ部次長。 1949年から1951年まで、在フランクフルト高等弁務団政治副局長。1951年3月1日から1953年2月18日まで、在ソウル大使館主席公司権参事官。1953年から1956年まで、在ミュンヘン総領事。 1956年5月14日から1959年6月まで、広報担当国務副次官補。1960年から1963年5月まで、在ベルリン講師権出席講師。ベルリン駐在時は1961年8月の、ベルリンの壁建設を目の当たりにした。ライトナーは、 ベルリン市内のすべての占領地域について無制限の立ち入り許可を受けており、アメリカ政府の指令により東ベルリンに入域することがあった。ライトナーは1961年10月に2度、東ドイツの国境警備隊により拘束を受けた。また1962年2月には、ベルリンのグリーニケ橋において、ソ連に拘束されたアメリカの U- に操縦し、 フランシス・ゲイリー・パワーズとアメリカに拘束されたソ連の諜報員ルドルフ・アベルの捕虜交換に立ち会った。1963年5月27日から1965年6月30日まで中リビア大使。ライトナーはトリポリのウイラス空軍基地についてアメリカ政府とリビア政府との間の交渉を支援しアメリカによる基地使用を求めた。 ライトナーは1967年から1970年まで国防大学にて国際問題担当の副校長を務めた。1990年9月15日、メイン州、ハンコック軍の自宅にてうっ血精神不全により死去。ワシントン DC のロッククリーク墓地第2セクションに埋葬された。ありがとうございます。